今日の天気をお伝えします。九州、中国四国地方は晴れ、近畿地方や中部地方は午後から雲に覆われるでしょう。東北地方や北海道では晴れが続くものの、午後には雨雲が発達し、ところによっては激しい雨が降る可能性があります。続いて今日の気温です。今日も各地で猛暑日となるでしょう。最高気温、最低気温ともに1月中旬並みの高さとなります。第二新東京市では最高気温が40度に達する可能性もあります。くれぐれ緊急警報放送です。たった今、日本政府より関東地方と東海地方に特別非常事態宣言が発令されました。繰り返します。たった今、日本政府より関東地方と東海地方に特別非常事態宣言が発令されました。対象地域にお住まいの方はすぐに最寄りのシェルターに退避してください。また海岸からは急いで離れてください。This is an emergency alert. This is an emergency alert.The Japanese government has just declared state of emergency against Kanto and Tokai region. Evacuate to designated shelter immediately. Everyone must keep away from the coast. Read the QR code for the further information. 先ほど12時30分に関東地方と東海地方を対象に特別非常事態宣言が発令されました。対象地域にお住まいの方は今すぐに指定されたシェルターに避難してください。皆さん、セカンドインパクトを思い出してください。今すぐに避難してください。繰り返します。先ほど12時30分に関東地方と東海地方を対象に特別非常事態宣言が発令されました。対象地域にお住まいの方は今すぐに指定されたシェルターに避難してください。皆さん、セカンドインパクトを思い出してください。今すぐに避難してください。ここで新しい情報です。インフラに関する情報です。新北陸中部電力と新東京電力によりますと、先ほど発令された特別非常事態宣言に伴い、管内の送配電を停止するとのことです。対象地域にお住まいの方は携帯端末や懐中電灯などの充電を必ず済ませてください。また、この宣言を受けてすべての鉄道、航空機を含むすべての公共交通機関の運行が休止されます。できるだけ早く指定のシェルターに避難してください。次は通信に関する情報です。NTT によりますと、特別非常事態宣言に従い一般電話回線のトラフィックを制限しているとのことです。現在、電話が大変つながりにくい状態となっています。政府から重要なお知らせです。あなたの町が災害により被害を受けた時、電気、ガス、水道、電話などの重要なインフラは全て使用できなくなります。そのような時に非常時用伝言ダイヤルを使用すれば、あなたと大切な人の安否を確認できます。非常時用伝言ダイヤル334